Welcome to Gundam Online。 どうもシリーです。ちょっと今迷正直ですね、このマップ迷走してます。私もう明らかに迷走してます。このマップわからない。一人でこのマップで戦うときどうやって動けばいいのかっていうのがちょっとまだ見えてない。今までみたいに裏を取ろうとするともう完全にそこに敵がいるので、さらにそれがその裏を取ろうとしている姿が見られて、後ろを突かれる、後ろ相手の残像だ、後ろを取ったさらに残像だみたいな感じでですね、後ろの後ろを取られるっていうパターンがもう多々発生して、どうせやるかなとか思いながら。回収を優先してまいりましょう。指揮官から指示が届いているぞ。ちょっと武装変わってますよ。拠点を占領した。光が動かない。ちょっと変わってます。出撃する機体を選ぶ。出撃する地点を決めるのだ。先進に出撃だ。スラックダウンとショットガンですねを採用してます。もうショットスプレーシューターだったらもっと面白いことができるんだろうなとか思ってはいるんですけど、まだそんな特性なんてないんでね。機体が動かない。切られた。今のがまさに裏の裏を取られるっていう今のパターンです。が頻発してます。まんべんなくラインができちゃったってのもあるんですけど、あれだからこう夜追加してほしいですね。視認性の悪い感じにしてほしいです。多少は修理なら任せてください。緊急起動だ。海したいですか。北が不毛すぎるからね、1周辺が。私のプレイスタイルだともう1周辺は完全に私がもう裏の裏を取られて死ぬパターンが多すぎて、ちょっと立ち回りを変える必要性があるなって今思ってるんですね。まあそれでの今回のデッキなんですけど、とりあえず突るには、まあ、だけどだからといって引いてどうにかなるしたら敵軍補給艦ビーコンラインが下がってジオンの良さが生まれる。結局フロアマダブゼータに蹂躙されてしまうので、そうするとまあある程度前出れるんだったら南かなっていう感じで、で最悪 C も狙えるような感じで水泳部2機、で最高速度上がるみたいななのかな。敵が水に入りたがらない状態を作れば、指揮官から指示が届いているぞ。C への突っていうのも通るのかな、通りやすくなるかなっていう。それで C へ突が通るようになると相手が守りに湧くんで北が押しやすくなるって、相手のラインが少しずつ崩れてくるっていう意味でも、まあ、そうするしかないのかなという気はしております。このパターンです。後ろの後ろを捉えるというのは今の。ハーマス。どこを見ている。そんな動きで。こんな感じなのかなと。まあ、イメージですね。北がもう不毛、不毛、ザ不毛ですよ。ザ不毛。まだまだいけるぜ。
これはもうあの専用機縛り縛られてます。僕が完全に縛られてますね。いや、いい機体なんですけど、じゃあ他の機体も使いたいなっていうのはあるんですけど、もう縛られてます。僕が専用機で、専用機なんかただ専用機って出るだけなんですよ。それが何もないんですけど、何のなんか効果もないんですけど、縛られちゃって、なんか他の効果があると面白いんだ。別に性能上がんなくていいから。どうです、修理しませんか。それこそ今極地戦じゃなくて特殊チケットが手に入るとか、特殊カラーチケットがね、とかでもいいんじゃないかなっていう。まあちょっと狭きものすぎる、どちらにしても。更新を急ぎましょう。背中が丸見えなのだ。あなたと一緒に修理テンションもつけましてくませんか。機関から指示が届いているぞ。角が見えちゃうんですよ。シャー私を雑魚扱いしないでね。出撃する地雷を選び、出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いているぞ。よう来たな。緊急機と…ごめんなさい。夜があれば4からの凸とか南のとかはできるんですけどね、しやすい。指揮官から指示が届いているぞ。自軍補給艦が誘導地点に到着した。インコも今ちょっと正直厳しいと思う。自軍補給艦ビーコンが設置された。補給艦の誘導を雑魚扱いしないでね。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。動きを探られる前に破壊してくれ。これ以上のダメージはやばいぞ。おー、ロマンだ。ありがとう。2つ目で外しちゃったのが無駄ですが、こいつの格闘はご存知とおり、横の判定がほぼなしです。ほぼなしですから、こういうことになると。修理必要だと思いますよ。緊急帰投だ。もうこいつは帰った方が早い。敵軍補給艦ビーコンが発見された。もらえないかなと。潰せ。で南が戦いやすいんじゃないかっていう。相手がフルアーマーとかいう。フルアーマー絶対降りてこないし、こんなところ。自軍補給艦が誘導地点に到着した。本拠地が見えるっていうのもでかいですよね。押し込めば押し込むほど。ボケたー。セリハンというか、なきに等しいし、このもうちょい横のあっていいと思うんですけど、格闘とあいつの、まあ伸びがいいからいいんですけど、本拠地ナイス。から指示が届いているぞ。敵補給艦ビーコンを破壊した。協力させていただきます。拠点を占領したよ。
協力させていただきます。 1000m 攻撃使ってますね。まだまだいけるぜ。ちょっと破壊しつつ緊急祈祷だ。作戦は順調だ。まあ、緊急祈祷に入れてっていう感じですかね。は大いに越したことはありません。自軍戦略兵器が戦いやすいってことかなって。北はね、戦私のスタイルでも無理だわ。北は無理だわ。もうね、もうボボボボボボって口からなんか出る。緊急祈祷だ。まあもう中央でもいいんですけど、中央にさっきみたいに待たれるのと2のところでラインがもう完全にできちゃってるんで、そうすると、まあ、今回南に結構ハマってるかなっていう感じ。まあ、今回はって話なんでしょうけど、4を初動で取ってね。相手が降りてこないで、ちょこちょこ南をちょっかい出して、行けたら本拠地も狙うっていう。そうするとね、ある程度、相手からすると嫌でしょうし。回収を迅速に行う。やらせるわけにはいかない。暗いすぎ、暗いすぎ。おお。なところ僕は止められない。動物じゃねえか、マジでこいつ。出撃する機体を選ぶがいい。出撃する機体を決める。レーダーを巻くやつと戦いですよ。指揮官から指示が届いているぞ。すごいですね、こういう状態。意外といいかもなーと思っていますね。教習団スラックさん、ね、出撃する機体を選ぶがいい。出撃する地点を決めるのだ。指揮官から指示が届いている。闘争本能というものは海戦せないものだな。海戦相手を協力させていただきます。あとザクス、あ、なんかいるぞ。あれ自軍戦略兵器が設置された。機動範囲まで運搬を頼む。戦略兵器早いよ。この赤い早いぜ。意外とこう南に届いているぞ。回収を優先させましょう。なんだ問題なの。これは意外とありかも。これ南出撃する機体を選ぶ。フラーマーを選べば選ぶほど南が手薄になってくれる。で南をフラーマー選ばなければ結局あれでしょ、南に行けど今度は北が楽になるっていう。でフラーマーとかその辺依存がすごいあるんで、連邦はめっちゃあるでしょ。ナイジェル・ギャレット、発進する。敵増援機を確認。反撃に注意しろ。敵は相手が届いているぞ。もしあれは出てこれない。出撃する機体を選ぶがいい。赤でいけるもんね。を決めるのだ。ワンちゃん。指揮官から指示が届いているぞ。この物量はやばいぜ。回収を優先させましょう。
残念ですが、データに残す価値はありませんでした。次はどいつ。いい腕してんな。指揮官から指示が届いているぞ。レーダーオークとの戦いなんだけど。引き続き検討を期待する。これでどうだ。徐々に南に行き出したぞ。今度そしたら北が楽になってくる。たぶん南超来て来だしてもこれ4大事なんじゃねえのっていう。むしろジュンにとっては指揮官から指示が届いている。この赤いコンビやべえな。赤い物流作戦行こう。ズサはまあ練習中も兼ねているんで、ワンちゃんズサはちょっとズサでしかできないことが結構あるんでね。こんな後ろ見せて。その前向きさ、見習いたいわ。指揮官から指示が届いているぞ。いい腕してんな。緊急来とんだ。うん、これまあ今回がハマっただけかもしれないですけど、これはうんいいんじゃないか。じゃあ水が入れますってなります。水が入れたら北でちょっと戦えるかっていうと、もう完全に南だけになっちゃうから、水側を赤で処理できれば赤の方がコスト安いし出てくる数少ないから、ありじゃない。ちょっとこれちょっとしばらく研究してみます。南方面、北がちょっとあまりにも私のプレイスタイルに合わないので、うん、指揮官から指示が届いているぞ。小規模戦闘だからね、やりやすいっていう。戦況を変えたい。俺も出撃援護に回る。作戦時間が残り3分を切った。肩慣らしにもなんねえな。めっちゃもうレード置いてあるし。浅はかだな。次は成長してこい。指揮官から指示が届いているぞ。敵の身の付近レーダーの位置わかるし、ね、一時的にレーダーが無効化されるぞ。すげえずっと置いてるのがいるもんね。地点に到着した。ありなかったら通りまくるし、いいんじゃない。動きに無駄がありすぎる。自分補給艦ビーコンが破壊された。ちょっと距離取りつつ。戦略兵器が破壊された。あ、攻撃できないからね。あいつこの距離攻撃できないから。安心しろ。スピード的なところで。お前たちの地一つ。相手南行き出したじゃん。ビーコンが指揮官から指示が届いているぞ。敵軍戦略兵器が発見された。破壊を見せ。自軍本拠点 X が攻撃されているぞ。やばい、来たわ。それナイスだ。あー、やばい、入っちゃう。敵戦略兵器、自軍戦力ゲージが残り 50% を切った。あー、やばい。敵戦力ゲージが残り 50% を切った。過去入ってないけど南決めたいね。これ南ある程度チームで行けば絶対通るぜ。作戦時間が残り1分を切った。ロック調されるんですけど。敵軍補給艦ビーコンが発見された。敵補給艦ビーコンを破壊した。まだまだいけるぜ。拠点を頂きました。回収を優先させましょう。続けます。次はどなたかしら。
おお、いいんじゃないですか。いい根性だったぜ。やべ、負けた。いやだけど、うん、まあ、北はどうかよ。これはちょっと未来が見えた、私のこのマップの。いや北側はちょっとダメです僕は、うん、なんか何をやってもなんか死ぬんで、うん、これ南ワンチャンあるな。だって54でしょ、うん、言っても結構南で倒したからね。で徐々にラインが崩れるから守ったりとかって、相手がラインが崩れやすい、南行かなきゃっていう個人の評価だ。まあここまで負け方も仕方ない部分は、まあやらかした系はあるんですけど、ちょっと私たち南に注力してデッキも組んでみようかなっていう感じですね。まあそう思うとズサ袖付きはどうなんだろうとかいう感じはするんですけど、あれだね、ガサシ出なかった。ちょっとその辺もうちょい、まあ赤いと赤い TV はありで、そこから何心配、まあ、地上戦もいけるんで、ずっと持っておきたいなという感じですけど、まあ、ここもうちょい上げてもいいかなという感じはしましたね。赤いだけで回る部分あるんで、うん、そんな感じでした。コスト280とか、まあ、ギラ動画とかでもいいし、もしくはあいつとかでもいいかもね。面白くなってくるのは、ズゴック残党軍とかも面白いかもしれないですね。地上も行けるみたいな感じの見方になってくるかなと。そんな感じでございました。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。ちょっと面白く、ちょっと研究の余地が出てきて、やっとここでの救いが少し出てきたかなという感じです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。シルビーでした。